はい、どうも、うずです。<laughs> 今日ね、あの日だね。あの日だよ、みんな。もう朝早く起きてね、外に撮影のお仕事行ってて、すっかり忘れてたんですけど、えさっきね、ヤマトさんが来て、しっかりと商品届けてくれました。PS5 があって、その隣にえ、わけありげに置いてある箱。そうです。PSVR2 だよ。 2月22日本日発売の PSVR2 なんですけど、ちょっと仕事がね、すごい溜まってて、プレイする時間は余裕がありませんからえ、今回の動画は基本開封動画ということでお送りさせていただきたいと思います。ちょっと私もこれから開けるんでね、すごいドキドキなんですけど、実物まだ見てないんで私。さあ、開封いってみましょう。<laughs> 開封動画ってどうなんだろうね。ちょっと面白くやるね。なんか YouTube の初期の頃ってさ、こういう開封動画ってやったらありましたけど、まあいつの時代からか、 そんな開封シーンなんかどうでもいいんだよっていう時代がね、訪れまして。で、私自身もあまり開封動画ってね、そんなに進んではやらないんですよ。まあ、ただ、機体の大型新人なんかが出てきた場合、やっぱりちょっと開封シーンからね、あってもいいんじゃないかと。はい、中に入っているのは比較的シンプルに、まあ、こんな感じの箱ですね。はい、えー、箱は若干安っぽさ感があるんですけど、はい、新たな現実体験がここにということで PSVR2 でございます。PL プラス超 おじさん、ちょっと下が回らないの、ね、で。えー、ではパッケージの方開けていきましょう。そうか、こうなってんだ。まぁ、あ、ちょっとこの外装の方はちょっと横に避けていただいて。はい、箱の中から箱がっていうタイプですね。開けていきましょう。はい、えこちらが本体がもうそのまま入ってまして。ケーブルですね。あれ ?USB Type-C かやったマジかこれちょっとちゃんと調べてなかった。USB Type-C か。 なら使えるじゃん。まあ、私の動画見てる方って結構知ってる方が多いんですけど、私の PS5 は HDMI が実際死んでまして、最近映んないんですよ。マジかやったじゃん !HDMI じゃないなら映るってことま、今回ね、私ネタ動画になっちゃうかなと思ってたんですよ。この PSVR2 動画。あの、画面がね、映りませんでした。終わりみたいな終わるかと思ったんですけど、いけんじゃん !USB Type-C じゃんそしてなんか、なんかいいな。 新鮮だな。私 PSVR 買わなかったからな。はい、どうぞご覧ください。これが PSVR2 でございます。ございます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 。かっこいいなやっぱかっこいいな散々ね、散々 PSVR2 ディスってたのにね。すいませんね。いろいろね、意見がゴロゴロ変わるおじさんで。で、えー、こちらにコントローラーですね。コントローラーちょっと行きましょうか。えー、なんかやばいんだけど。か超かっこよくない何この近未来感あるコントローラー。え これで持ち方合ってんのかな合ってるね、これでね。任天堂 t e n d Switch のジョイコンどころのレベルじゃないかっこよさですね。ちょっと未来感、ワクワクな、あ、バンドがちゃんとついてる。吹っ飛ばないように。いいね。なんかテンション上がりまくりだね。で、小箱の方に説明書とケーブル、その他ですね。あと、イヤホンだ。イヤホン面白いね。これワイヤレスじゃなくて、ちゃんとここにね、あの、ステレオミニプラグがついてて、こちらで挿して使うタイプなんだね。ちょっと最初はせっかくなんで、このイヤホン使って遊んでみましょうか。これほんと嬉しい誤算なんだけど。 これで HDMI がさ、死んでたけど、ゲームできるってことじゃん、VR だったら。えー、めっちゃ嬉しい、USB Type-C。で、電源を入れればいいんだよね。今、何のゲーム入ってたっけかなえー、なんかこれすごいんだけど、あの、なんだろう。カメラが今見えてる、これつけてて。ああ、そうか、なんか書いてあった、こういうの。画面はね、このレンズ通してカメラで見えてるんだ。で、モノクロで見えてるんだけど、すごい、コントロールしっかり持ってくださいって出てた。OK。あすげえ。 プレイステーションの画面出てる。マジか。説明とか色々出てる。指導調整もここでできるのか。なるほどね。あ、ちょっとレンズに、レンズが目にくっついちゃった。汚くなっちゃった。あ、ちょっとこれ難しいな。そして曇ってきた。<laughs> 体温とレンズの温度が合ってない。ちょ、ちょっと、ちょっと一回外しますね。外すのもこれ簡単だな。レバーがここにあって、ワンタッチでね、ここ伸縮できるようになってる。 はいはいはい。で、やはりテレビの画面も使わなきゃいけないみたいで、セットアップの時に。え、ちょっとこちらでセットアップ開始を選んでみますね。すげえ。あ、待ってよ。グランツーリスモとかアップデート終わってない気がするな。できてんのかな。はい。えー、VR ヘッドセットを準備しましょうということで、えー、ステレオヘッドホン接続。はい。えー、モニターに出てるようにセットセットをちょっと接続してみます。うん。ちょっとはめるだけだね。はい。これで簡易的ではありますけれども、 イヤホンがついた状態になっておりますあなるほどね。これで何に使うか分かんなかった。このケーブルを利用するんだ。これで PlayStation 5とコントローラーを1回ずつ接続するのかなで、ペアリングするんだね。はい。では、コントローラーをペアリングしていこうと思います。まあ、これは差し込むだけのようなので、はい。こちら、Type-C の端子に差し込みます。これでペアリングできるのかなで、ケーブルが接続できたら、この PS マークを押します。 これでペアリング L の方ですね。左側が完了。次右側やりましょう。はい、えー、次は右側の方に差し込んで、こちらも同じように PS ボタンを押します。完了です。これでペアリングが両腕ともできた状態になります。うわぁ、いいなぁ、かっこいいなコントローラーかっこいいなー上がるね。で、準備ができたら本体の方のファンクションボタンを押して次へ進むそうです。 あとは部屋を片付けて、ちょっとね、明日に物があったりすると踏んづけて危ないからね、ちょっとうちは今片付けてあるんで、そのまま行きたいと思います。あとは部屋の中も明るくしとかないとトラッキングがうまくできないので、明かりが重要ですね。で、部屋の明るさを確認して、VR ヘッドセットのカメラを使って部屋の明るさを確認します。なるほど。うそん。これすごい。ここ押しながら引っ張ると、ほら、ヘッドセット前行くんだ。これさっき知らなかった。だからきつかったんだ。私はめた時 やっぱ先に説明見てからじゃないとダメだね。OK, OK. えー、っと、でもヘッドセットつける状態になりますね。はい、えー、それではヘッドセットの方をつけていきたいと思います。あ、全然余裕だわ。こういうことか。はい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 。ちょっと帽子が邪魔だけどね。まあ、帽子ちょっとキャラなんで。で、被って位置を調整する。これか。なるほどね。これもこうか。うんうんうん。 いいね。で、これで合った感じかななんか文字がぼやけてるけど、これはなんとかなるのかなちょっとまだ今慣れてないからかなはい。まあ、できましたで進めましょう。ヘッドホンを装着する。音が聞こえてきた。いまいち合ってないな。あ、なるほど。私の被せる位置が微妙にずれてるんだ。うわ、難しいな。この調整が意外と難しいかも。あ、すごい。あのね、目と、その、ピントが合うと、 ちゃんとあい合図してくれる。この機械の方が。じゃ、これで OK。え、すげえ。あ <laughs> すげえ。見える。ここにカメラがあるでしょで、今、手元ここにコントローラーがあるのがわかる。え、すげえ。すげえ、すげえ。近未来だ。マジで。やべえ。<laughs> マジ上がる。AR で出て,てる。何これ。超すげえ。マジか。これは、やばいな。こんな未来 <laughs> すげえな。ちょっと帽子が邪魔。帽子邪魔。ちょっと帽子のせいでピントがずれちゃったな。えー、視線トラッキングを調整中ということで、今視線をトラッキングしてくれ、あ、してくれるんだね。このままね。すげえな。PSVR の世界。これは未来だ。あ、あんま動いちゃだめ。今ね、視線を、その光をね、目で追ってます。で、視線トラッキングが今有効になったということですね。わあ、なんだこの久しぶりの、新しいハードのワクワク感。 視線トラッキングの調整が完了しました。周りにある点を見て視線トラッキングを試してみましょう。OK? プレイエリアを設定。安全に VR ゲームを楽しめる範囲を設定しましょう。最初に VR ヘッドセットのカメラで部屋をスキャンします。準備ができたらスキャン。あでも今私カメラとか照明を置いちゃってるからちょっと邪魔なものがあるね。うわ、スキャンしてる。あ物体をちゃんと捉えてくれてるんだ。え、じゃあこれ立った方がいいのかな あ、OK だ。完了したって出た。床の高さと設定。部屋の床とプレイエリアの床の高さが合っていることを確認してください。すごいこれ今、床の高さをトラッキングしてるんですけど、立っても、しゃがんでも、床の位置が変わんない。えー、正確にトラッキングできてるので OK 進みます。はい。今ね、半径がここ出てるんですけど、このプレイエリアで私はプレイします。やべえ。鳥かごができてる。ワンピースの鳥かごです。あの、 ドフラミンゴが使ったあの鳥かごが今私の目の前にできてます。プレイエリア設定完了。未来だわ。これ未来だわ。あ、真っ暗になった。これはやべえな。これはやべえよ。すげえやべえしか出てこない。あ、で今、プレイステーションの画面が普通に出てきました。VR 始めるためのヒントツアーを開始。で、ちょっと待ってね。 で、今私が PSVR でどんな状態になってるのかをモニターを通して見ていただこうと思います。おそらくね、モニター映ってると思いますので。こういうことか。今どう映ってるんだろう、これ画面。<laughs> やべえな。あー、で、これ近づきすぎると、あの、エリアからね出ちゃうんだ。すげえ。これで、角度変えて、こうか。こう回って。やばくねこういう世界か。これはちょっと、やばすぎだな。 はいはいはい、了解。ショールームは見れた。ちょっと一回走ってみるいや、全然 VR じゃないぞ、これ。あ、VR だ <laughs> 急に VR だやべえあ、すげえ、やべえあ、やべえわ、これ。あ、これはハンコンでやりたくなるよね、普通はね。やべええ横やべえ、すげえ見える。 これもうやばいでしょ。全然違うじゃん。すげえな。異常だよ。超楽しい。これが VR の世界か。もうちょっとこれはダメだ。抜けらんなくなるね。えー、いろんな人に体感してほしい、これは。いやーでも確かにちょっと酔うかもしんない。慣れないと。今私若干酔いました。リアルなんだけど、なんかどこかでちょっとこう、現実とね、離れてる感覚があるから。 やっぱ酔いやすいのかも。ありがとうございました。あの PSVR2 すげえです。すげえのはすげえわかりました。やばすぎだろ、これ。なるほどね。これが PSVR2 の世界か。これはね、抜け出せなくなるね。やばいね。ちょっとバイオハザードもできそうだよね。やってみよっか。すげえ。なんだこれ。あ,あ、ちょっとごめん。<laughs> 調子乗った。えー、じゃあちょっとね、オリジナル、オリジナルモードはオリジナル。 VS、VR ボーナス。ニューゲーム。うわぁ、すげえそばにいる。あ、私がこの状態か。え、体触りたいんだけど。ちょっと、子供の体触りたい。いや、むしろ奥さんの、奥さんの手って握りたい。あー、宮野、ちょっとそば行こう。宮ヤさん、何作ってるんだい <laughs> 髪の毛めちゃくちゃリア。あ、近づけない。えー、首筋とかめっちゃ、いいね。ごめん、好きです。 いやー綺麗な奥さん。いいな <laughs> ちょっと待って。妻に怒られる。ああ目の前に子供がいた。なんだこれはうちの娘かうちの娘なのかええー、ちょっとうちの娘に見えないけど、うちの娘なのかなかわいいな。こうか。おやすみ。あ、みやいた。もう一回ちょっと、もう一回見せて。みやちゃん。あ、美味しそうだね。食べ物もリアルだ。 ね、<laughs> ちょっと何っちゃついてんだよちょっと待ってすげえリアルなんだけど怖えんだけどえめっちゃ怖いんだけどこれあちょっと怖いんですけどクリスお前クリスじゃねえかいのよこの野郎銃向けんじゃないやいクリスも顔ちっちゃえなはいといったところで開封からちょっと初プレイしてみた私の率直だね あの、リアクションというか感想を言ってた感じだと思うんですけど、いやね、ほんとさっき言ったように、想像してた3倍驚きました。こんなに没入感強く、そして、なんかすごいリアルにね、動く、まあ、多分映像が綺麗なのと、視線のトラッキングができてるかだと思うんですけど、やべっすわ。<laughs> これはすごい新しい体験でした。はい、えー、ちょっと PSVR2 の方はまた引き続き利用して、 行きながら、また感想の方を改めて言いたいと思いますので、えー、次回の動画もお楽しみにしておいてください。えー、今回この後ちょっとね、お仕事しますので、えー、このぐらいでちょっと感想の方は終えときたいと思います。まあ、製品が届く前にちょっとポロッと言っときましたけどね。あの、初プレイに関しては感動はそれはするよなっていう話。トラッキングとかして楽しむ。ゲームの初期設定のところから楽しめるっていうところで、まあ、すげえ楽しかったです。 はい。引き続きカメラやゲーム関係の話などを続けていきますのでえ、今後もよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイまあでもこれの片付けだよな。どういうふうに保管しておこう意外とケーブル長いからな。え、どういうふうに保管しといたらいいんだろうか。ちょっとそれ考えないといけないね。埃りかぶんないようにね。